ジーカーって言います。みんなはなんて読むか自由なんですけど、その前にワンってつけてますね。ただやっぱり普段書いてる環境だと時間や道具の搬入だったりとかが許さないことが日本だと多いので、僕はちょっと今回は自分のもともと表現したかったエロティシズムとバイオレンスっていうテーマと、あと自分の描き方、そこを少しちょっと突き詰めてみようかなと思ってやってみました。ストリートの場所で見るからっていうだけではなく、きちんとそのやってる人間たちがストリートでもやる、そういう仕事も受ける、メディアにもしっかりと出る、そういった自分たちのなんかフィールドを広げていくような活動を僕がサポートしていけるなっていうと感じているところがあるので、自分の活動以外だと今回みたいな取り組みもそうだし、作品を多くの人に見てもらえる環境をみんなでシェアしていく、そういった動きをこのようなイベントを通じて、もしくはこれからあるイベントを通じて協力していけたらなというふうに思います。僕にとってエンターテインメントっていうのは、笑えること、辛いこととか悲しいこととかストレスとかをこう発散できる、そういったものであってほしいなって思う。でもう一つの側面としては、じゃあそういう辛い気持ちだったりとか悲しみとか、また喜びとか、そういうことを誰かの作品を通して自分に共感を持てる部分を発見したりとか、自分の気持ちの拠り所にできるものっていうのも、エンターテインメントの側面にあるんじゃないかなと思っています。居心地のいい場所っていうのは、もちろん自宅とかオフィスもそうなのかもしれないんですけど、僕は自分がペイントしているスポットと長年通い続けているグラフィティのスポットっていうのは、そこでは誰も来なかったり、人に見られてなかったり、そういう場所を都会で見つけるのは難しいんで、そういう場所は居心地がいいって思いますね。すみません、普通で。じゃあ次、アーティジョイの収録。はい。